逆やで。早めに言って。はい、皆さんこんにちは、しじょみのこと。ラッキーアートビリー。はい、今日は YouTube クリエイターキャンプに我々2人やってきました。めっちゃにぎわってるし、めっちゃためになることが聞けたので、マジ勉強になったね。でもっていろんな方々とね、私はこっそり動画を撮ってきているので。そうなの？はい、私が人見知りしていつも食べてる間に。はい、私てか私そう、何も食べてない。もうずっと喋り尽くしてた。はい、そんな感じですね。この後、それも流すんですけど、それぞれのチャンネルは全部概要欄に貼っておきますので、よかったらそこもチェックしてみてください。
フェス行ってきました。終わりましたね。すごかった。3時間すごかった。めっちゃ長かった。長かった、うん、すごかった。出演者がめちゃくちゃ豪華で、豪華だった。知ってるってみんななったコナミ感マジで、なんか最初熱狂になんかドギバギし、うん、どうしようと思ったが、うん、気づいたら美佐子さんは後半大きな叫びを突然した。そうだよね。鼓膜の木に感じたもん。えっと、ワンチャーってすごかった。絶対あんなテンション上がることなんだって思った。あれはパオパオチャンネルの文系先輩がすごい、そう大好きなパオチャンネル。まさか文ちゃんが来るとはっていう感じだったので、驚きの点で、もうすごかったよね、完成がね。そう、もうなんかカンタさんが出た時にカンタさんじゃなばちゃーって私言ってましたもん。もうちょっと東海オンエアさんをスッと超えた熱狂が私。そうだよね、すごかった、うん、面白かった。やばい双方の我々の推しもおりまして、私はオロタナチャンネルの渋谷ジャパンさんが好きなので、はい、私は東海オンエアの虫眼鏡さんが好きなので、その2人ね、その2グループが一緒のステージに上がっている時の我々のこう見つめる、ただの子にええなーっていう。よかった、楽しかったわ。楽しかったし、あの盾欲しい。あの盾欲しくなったな。欲しく、なんかね、もうあれですよ、この間インターソンのクリエイターキャンプもそうですけど、もう我々クリエイターのね、モチベーションを上げようとしているな、 YouTube は。なんかもうなんかどんどん受賞されるたんびに、どんどんなんか拍手とともに、なんか熱いものが、うん、あれ欲しい。そうそれすごい伝わったよ。もう先輩があれ欲しいって、あのいつ私の裾を掴んでクイクイだってさ、私あれ欲しいっていつ言うかなと思いながら見てあれ欲しいの、まあ、あれがね、ニトリ行こう。ニトリ言って簡単キングや99円。やばいやん、それ何個かセットでちょっと安くなってるやつよ。金の盾欲しかったニトリへ。いやでもすごかったね。ちょっと我々ももうこの2019年もうすぐ終わるからね、なんとかして頑張って皆さんに面白いとか楽しいを提供できるように、で良い締めをして2020年が迎えられるように、はい、まだかんなおやら頑張りたいと思いますので、頑張ろうぜ。はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。高評価、あとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。頑張れますんで、お願いします。頑張るよはい、ということで、地上美の子と伊達あずみでした。バイバーイ。またなー。